島の今シーズンのサッカーの肝といえる逆三角形の中盤、加藤、針ヶ谷、大関の3人です。前線は右に塩浜、左に森光太、最前列中央には公式戦2戦連発の矢島喜一という 4-1-2-3 を予想しております。そして今シーズン初めてのセンターバックのコンビになります、高橋、野々村です。左サイドバックが樋口、中盤後ろは今日は隅田と山本光介、2列目が村越、山口、滝の予想。そして最前列に新加入の安藤を今日は予想しました。センターバックは今日は高橋と野々村のコンビ。野々村はルヴァンカップでも頭で2ゴールマークしています。ここまで公式戦3得点。大関の落としが乱れて反転、安藤翼。安藤行きます、安藤打つ。現状松本は風下という風の向きですが、その中でもまず最初のシュートを打っていきました、安藤翼です。アンカーの加藤、センターバックの堂花、ここで少し動かします。加藤はちょっと左寄りに降りてきてます。鈴の斜めのパス、矢島喜一、大関、右に広げて、さあ松永へ、うまく背後を取った塩浜、溜めて松永へ、中矢島、そして内側大関がいる、大関、矢島が打つ。ボックスを切り崩していきました。パスワーク、福島ユナイテッド。壁の下は福島もケア、真渡りが狙ってきた。絶妙なスピード、絶妙なコースでした。まあ、彼らの特徴をリスペクトしつつ、その特徴をどうやって消していくか、まあ、相手の土俵で戦うつもりは全くないということを試合前にコメントしています。さあその中で福島ボール保持、くさび、いいフリック、森光太抜ける、抜け出した、森光太打つ。縦へのパスワーク、最後は森光太で仕留めました。今シーズンの初ゴール、森光太です。矢島のフリック見事、森光太もファーストタッチで相手を剥がしました。まさに剥がした森光太です。堂花が奪って福島ボール、針ヶ谷が間に出てきます、捕まえる、そこから速攻に転じていきたい滝裕太、滝仕掛ける、滝が打つ、流れ球を安藤翼が来た。決定機、惜しくも枠の外でした。そして吉丸健信が今お腹のあたりを押さえて倒れています。最後はちょっとキーパーとの1対1の中で接触がありました。高橋翔平です、ズバッと縦、矢島の落とし、さあ福島ボール、大関がよく見てました、森光太へ、矢島ワンタッチ、さあスペースへ、左は鈴田浮き、中は塩浜、鈴の折り返し、ファーサイドから打つ。花から大関へ、おープレス、引っ掛けた、滝はループ、キーパーの位置を見て浮き球を選択していきました。右で引きつけて村越へ、カットイン、村越打つ。左利きですからカットイン、シュートというのは相手の脅威になります。真渡りが鈴も引きつけてスペースもできた中で大関を振り切った村越です。山口和馬、低いから、さあスペース勝負、山本龍平入ってくる、浅川が待っている、村越、浅川の動き出しで空いたそのスペースに最後村越、山口和馬ファーストタッチを山田で封殺、
飛び込むタイミングが絶妙です。山田正幸クロスボールが来た。浅川のヘディングでした。吉丸ナイスセーブ。早いリスタートから菊井正確なボールを届けてきました。さあサイドを変えていく。目安3分台に入った。山口につながった。ゴール前浅川、山口のクロス、落ち際を大関クリア。ここでファイナルホイッスル。福島ユナイテッド FC リーグ戦ホーム開幕戦白星スタート。寺田修平新監督のもとリーグ戦これで連勝となりました。